安い側権は1799年、総集の次男として生まれ、若くして知識を求め、晩年には地域発展に尽力しました。安い側権、陽明巡作、地中平。若くして学識を深め、地の巨人として名を馳せました。中年には地域教育に貢献。著作、地の巨人として知られ、晩年は郷土振興に尽力。安い側権は宮崎での尖閣者として、晩年に郷土振興に尽力し、異業を成し遂げました。 去年は不明ですが、安い側権の業績は今なお後世に語り継がれています。